カローラシリーズの販売台数の5割以上が SUV。トヨタの主力モデルであるカローラシリーズですが、12代目の現行モデルは、カローラ、セダンカローラツーリング、カローラクロス、カローラスポーツという4つのバリエーションが展開されています。2022年度、2022年4月から2023年3月、 の登録台数は139,588台。これはシリーズの合計数なのですが、最も売れているのはどのタイプのカローラなのでしょうか。2022年度、2022年4月から2023年3月の登録台数は、139,588台。併売されている仙台のカローラアクシオ。 カローラフィールダー、含むと同じくトヨタのヤリスシリーズに次いで普通車で2位に食い込んでおり、不動の人気車となっています。中でも直近1年間の台数で最も多いのが SUV のカローラクロスです。その比率は先代を除いた4タイプの中で約5割強。SUV がブームというのも大きく影響していますが、 ディーラーなどの販売現場では他の車種とは競合しないポジショニングが好評となっているようです。カローラ初の SUV として登場した同社は SUV らしい力強いデザインを持ちながらも全長 4490mm× 全幅 1825mm と日本の道路でも取り回ししやすいサイズで 室内空間やラゲッジスペースも広く、199万9000円からという200万円を切る値段も割安感があります。そんな様々な要望をつなくこなすあたりが人気の理由となっているようです。実際、SUV ではカローラクロスよりも、上位に位置するハリアーやラブフォーを検討していた人が、 カローラクロスを見て購入に至るケースもあるようで SUV に求められる需要と乗りやすさや価格使い勝手の良さといった現実的な理由のバランスがうまく取れているのが人気の理由と言えるでしょう次に売れているのがステーションワゴンのカローラツーリングですその比率は約3割弱といったところ 年齢やユーザー層も幅広いようで若いユーザーが購入することも多く見られるといいますまた先代のカローラフィールダーからの乗り換えも多いそうです荷物が詰めて取り回しがしやすいといったカローラクロスと近しい理由で選ぶ人もおりカローラクロスとカローラツーリングの台数に差が出た理由は SUV か否かといったところでしょう しかし、このクラスのステーションワゴンを、好むユーザー層が安定して存在しているのも販売現場からは伺えるようで、台数的にもしっかりと役割を担っているモデルであることは間違いありません。そしてギリギリ1割に満たない割合となるのがカローラ、セダンとカローラスポーツです。両者の販売台数はほぼ互角といった形なのですが、 若干セダンの方が上回っています。カローラは購入する年齢層が高い傾向があるようで、セダンにこだわりのあるユーザーが選んでいると言えるでしょう。一方のカローラスポーツは他と検討するというよりは、指名外となる傾向が強いとのこと。この2車種は利便性というよりも、好みで選ばれることが多いというわけです。 4つの個性があるカローラシリーズですが、日常での細かな使い勝手の良さなどといった部分は、良い意味で共通しているポイントです。積載性などに違いはありますが、どのタイプのカローラを購入しても、普段使いで不便を感じることは少ないはずです。歴代カローラにも様々なバリエーションが存在しましたが、 自身の好みに合わせて4つものボディタイプを自由に選べることがカローラが支持されている最大の理由なのではないでしょうか。